これから大垂峠に登ります。ここは栃屋坂沢林道の入り口です。和田峠のちょっと南にひなびたっていうのかな、結構道が荒れてることもある林道があります。全舗装ですけど、あ、そうだ、あと最近あそこの林道には途中になんか物産っていうのかな、いろいろ売る店ができてました。確かユズのジェラートとか、ジェラートっていうかカップアイスなんですけど、そういうの売ってます。この先500m、大垂峠気温は16度です。今日は暖かい。ないけど、あ、お疲れさんです。あれあれ、なぜ後ろから先見たはずなのに。洋介さんとエイジお兄さんです。
倒するから。確か岩長さん、あの声は、あれ、なぜ、なんで後ろにいるんですか。あ、そう、そのバルさんとマーさんというお二人が、というか先にいたはず4人が全部後ろにいる。やっぱこの東京境だったっけ、忘れてんな。大樽見峠到着。さて、じゃあ下ります。このまま お疲れさんです。お疲れさんです。あれ、なんか寄り道してたんですか。あ、なるほど。あ、そうだ、聞こまないと。あれ、どこ行った。はい、よいしょ。あ、もうこのまま。じゃあ大樽見峠から、毎回間違えるな、大樽見峠から下ります。まあ、こっちは高尾までまっすぐ一直線ですね。若干曲がるか。
暖かいといってもやっぱ結構下りは冷えるな。正面のお墓ですね。あんな斜面に。この辺りは某ホテルが多いですね。某ホテルか。しかし名前は毎回違ってるような気がする。神ってところは前、あれここじゃないや、もうちょい先か、ほうと送ったことがあります。あ、そうか、美味しいかどうかとか言わないと動画として意味ないな。なかなか美味しかったです。ちょっと雨が降ってる時じゃなかったかな。犬のフグリが咲いてる。ちょっと暖かくなってきた。
あれ圏央道か。圏央道できてから走ってなかったから初めて見た。和田峠のとこもそうだし、この辺りの峠全部圏央道が横切ってますね。これはやっぱこっち行くべきだろうな。これで正しいはず。少しなんかえらいことになってるな。高尾山インターっていうのがあるのか。うわ、走りにくい。今日なんだっけ。あれ、こんなトンネルあったっけ。88バイパス、こんなのができてんのか。八王子行くには若干近いのかな。まあ自転車通れないですよね、あれは。やっぱり知らなかった、こんなんできてるなんて。まあ、なんだこのコーナーです。
微笑まれた。多いな。フロッピー。このトリックアウトがまだあるのがすごいよな。新しいなんかトリックを毎回仕入れてないとそんなにいつまでも人来ないですよね。大谷峠の動画はこのぐらいでいいかな。ちょっと止めます。